キュイキュイってなったら黒いサギみたいになりますね。怖い。なんだろうこれ、ガンとかウとか。すごくね、初めて見た。埼玉豊市でも見てない、こんなの。まあ、豊市だと似たような見たかもしれないけど、でもアワサギだよね、せいぜい。さすがカワセミとかいろいろいると、まことしやかにささやかれてるだけあるわ。置物じゃないもんね、すごいな。もちろんカモとかもいろんなところで見てたけど、これはさすがに、あ、コイもいますね。なんか斜めって腹泳ぎしてます。腹泳ぎ。さっきすごいね、たくさんハトが飛んでたんですけどね、遊ぶように旋回しながら。ハト見かけなくなっちゃったな。これ女子大入学式、よかったね、こんないい天気で。桜のシーズンがちょっと通り過ぎかけなんだけど、ここでこうやって見てる分にはね、あのピンク色が浮かんでて、あ、いい感じ。主役ですよこの鳥、すごいよね。善福寺公園の散歩コースやっている人ってどんな人いるかな。妙正寺公園だとあのノーベル賞受賞小柴正人氏とかね、豊橋生まれの人です。両親が千葉の人ですけど、なぜか亡くなる前ずっと、ね、下井草4丁目に住んでたんですよね。おととし亡くなったんでしたっけ。この近辺にもおるんかな、そんなウィープな人がね、天上界の。私も手足から来たもの、埼玉生まれの上昇受賞者、物理学賞受賞。あれカワセミだ、すげえ。コバルトブルーっていうかアクアマリン、サファイア的なのが、すげえわ。本当におるカワセミ、すごいな。あ、ガチだよ杉並、波じゃない杉並ってだけあるわ。ガチですね、ガンみたいなのとカワセミのねツーショット。まあ分かりづらいと思うんだけど、すごいよ本当に。いやすごいわ、感動。これこれこれ、いやー